よし。はい。皆さん、こんにちは。家柄アフト KMT、小高ファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はね、晴天ですね。昨日はね、警報が出るレベルの大雨でした。もう意味がわからん。毎日意味がわからん。で、当社のね、ちょっと、当社に植えてある桜が、今ね、4割ぐらい咲いたのかなっていう感じですね。お花見がまたね、お家の中でできるような状況で。で、本日はですね、こちらです。ホンダ CB400 スーパーフォア。これね、福島県から遠路はるばるやってきた車両になります。で、今回のメニューはね、かなり多かったんですけど、まずね、アブソリュートアームにて、3次元車体計測を行って、まあ、無事を確認しました。そして、まずフロント周りから行きましょうか。まずフロントフォークチューニングですね。当社のセミカートリッジキットを装着して、SK フォークシールでフロント周りを組み上げました。そして、お客様持ち込みいただいたキャリパーサポート。まあ、ちょっと形がね、潮見好みではないんですけど、キャリパーサポートと、ビレットタイプのブレンボーフォーポットキャリパー。それからね、これはね、当社でご購入いただきました。サンスタープレミアムレーシングのフロントブレーキディスクです。スリット&ホールタイプって言われるモデルで、で、お客様にはね、お伝えしてないんですが、このモデルからサンスターさんとの、まあ、協力の、サンスターさんのね、協力のもと、イエガーラフトの刻印をディスクにあしらいました。はい。このね、CB400 スーパーフォアから始まる形ですね。喜んでくれればありがたいなと思いながら、レーザー刻印を打たせていただきました。イエガーラフトの刻印入りです。はい。で、ブレーキパッドは、当初おすすめの RK のものに交換させていただいております。それからですね、フロントブレーキホースは当社おすすめのフレントゥーボカーボテックホースに交換をいたしております。で、マスターは、これもお客様お持ち込みのマスターなんですが、ブレンボのラジアルポンプを装着させていただきました。フロント周りはこんな感じですかね。で、あと言わなきゃいけない。低フリクションベアリングということでご指定いただきましたので、当社のね、よく使う低フリクションタイプのベアリングと、まあ、低フリクションになるように組み込みを行ったホイールベアリングですね。はい。それから、後ろ回り。今ね、リアのナイトロに関してはオーダーをさせていただいて、あ、フロント忘れてた。超高中空クロムリアクセルシャフトを装着しました。で、リアに目を向けて、リアに関しては今、スタンダードのリアショック入ってます。これもね、JL ナイトロンの、ステルスを今オーダー中です。仕上がるまでちょっとね、時間がかかりますので、一旦はノーマルショックで組み上げております。で、リアのブレーキディスクもちょっと見えませんが、サンスターのプレミアムレーシングを当社で装着。それからお客様持ち込みで、ブレンボの、ビレットタイプのカニキャリパーと、それを取り付けるためのサポートを取り付けました。で、こちらもね、低フリクションベアリングに組み替えを行って、精度をチェックしながら組み上げました。はい。という形ですかね。で、フレントゥーボのブレーキホース、リアもね、キャリパーサポート、キャリパーが変わっている関係で、すべてフレントゥーボに変えさせていただきました。なので、ABS ユニット、これ ABS 装着作業なんで、ABS ユニットと交換パイプ以外の、パーツ、ホースに関してはゴム製品のホースを全部排除して、フレントゥーボカーボテックホースへと組み替えを終わらせております。はい、この形で。とりあえずね、ちょっとリアショックがまだね、手に入っていないんですが、一旦はですね、この状態でフロントフォークチューニングもろもろですね。あ、で、あとリアのアクセルもね、超高クロモリアクセルシャフト頼んでるんです。これも入ってないので、一旦はこの状態で試運転をさせていただこうと思います。で、ナイトロンに関しては納期が今約3ヶ月強かかっております。で、アクセルシャフトもね、
私が頼んでる、塩見が頼んでる工場さん結構いっぱいいっぱいで、多分同じぐらいの時期になろうかと思われるので、一旦はこの状態で、お客様にお返しするかどうか、お客様のね、ご意見をちょっとお待ちしているような状況で。はい。とりあえずね、これから準備をして、試走庫入っていこうと思います。で、皆さんいつも見られているテストコースではなくて、塩見が大好きな、もう一つのテストコース、走りに行こうと思います。じゃあ、行ってみましょう。それではね、アゴマウントの GoPro に動画を切り替えて、これからね、試走庫行ってみようと思います。試走庫入っていこうと思います。少しね、若干暖気をね、継続しながら走っていこうと思いますね。はい、いつものね、テストコースは行きませんよ。行きませんからね。毎回ね、なんかね、同じテストコースばっかりじゃ面白くないでしょ。なんでね、お店を出て、KMT を出て、今、西へと向かっております。はい、まあ、言ってもね、近くなんでね、はい、西へと今向かっております。ちょうどね、今、最寄りの万富駅ですね、JR 山陽本線の万富駅を抜けて、万富公民館を通り過ぎます。そして信号に引っかかりながら、キリンビール工場を見ると。はい、ここね、岡山、キリンビール工場、岡山ですね、岡山工場。はい、さすがにね、このバイクにはオートシフターついてないですね。はい、よかったよかった。で、今とりあえず暖気もね終わりましたね。で、とりあえずね、西へ向かって走ってます。西へに向かって走ってます。で、ここがね、今当社から2キロくらいのところかな、三間坂岡山道路の入り口、瀬戸ジャンクション、瀬戸インターになります。で、ただね、この瀬戸インターはね、まだ、無料区間としてね、吉井町までつながってるだけで、実際山陽自動車道とドッキングするんですけど、山陽自動車道との、接続はまだね、6年ぐらいかかるんじゃないかな、5、6年多分かかる予定になってるんじゃないかなと思います。ただね、これが接続できるようになると、むちゃくちゃね、近くなりますよね。皆様のね、県外の皆様、お客様とのね、距離がぐんと近づくんじゃないかなと思います。今ね、山陽インターで降りたり、和気インターで降りてたりするものがね、瀬戸インターで降りることができるようになると、かなりなんかこう距離がぐんと縮まるような気がしますね。はい、話もまあそうなんですけど、でずっとね、今、当社から出て2キロぐらいですね、2キロ過ぎましたね、2.5 キロぐらいのところまで来ております。で、ここがね、有名な総道桜ですね。八重桜の発展みたいな、その花弁が28枚だったっけ、ある桜、通常の、ね、桜より1週間から10日ぐらい、ね、開花は遅くなるんですけど、総道桜の、ね、名所ですね。このちょうどね、セブンイレブンのところ、北に入ったところにあります。ね、昔はね、毎年総道桜祭りってね、こうお祭りがあったんですけどね、今どうしてるんだろうな、コロナからちょっとね、おとなしくなっちゃって、あれですけど、よいしょ。でね、これちょっと、このね、CB400 スーパーフォアの特徴ちょっとね、お伝えしとこうと思います。CB400 スーパーフォアっていうのは、もう名の知れたというか、定番中の定番車両ですよね。なんですが、やっぱね、インジェクションがね、やっぱドン付き結構ありますよね。よくできてるホンダのインジェクションなんですけど、やっぱりスタンダードでは、低速域がすごく薄めなので、ちょっとね、こうギクシャクした感じがね、ほら、こうやってアクセルのオンオフでね、出ちゃいます。はい。これがね、インジェクションのあんまり好きじゃないとこなんですけどね。で、これね、マップを書き換えて、極端、下の方のね、薄い部分をね、リーンの部分を少しリッチに振ってあげると、
ここのね症状改善するので、ご参考に、はい、していただければと思います。はい、でやっぱりねこうスーパーフォアって感じですね。あの安定のスーパーフォアって感じです。で、NC39、NC31 すごくよくって、あのベタ揉めしてた NC31 から39になってフロントの接地感がねやっぱりなくなったんですよね。それはステムのオフセットが大きくなって、タイヤの台形がね120/60なんてタイヤをね使っちゃったんですよね。それがゆえにフロントの接地感がなくなりました。トレール不足に、よって接地感がなくなっちゃいました。で、42に変わってその接地感をね少し改善するためにねオフセット量はまた変更になったんですよ。ステムのオフセットが変更になりました。ただやっぱり接地感に弱いですね、この車両。フロントがねやっぱりこうグリップしてるしてないっていうね感覚がすごくこう伝わりにくい車両です。はい、これわかります？このハンドル少しね揺すってあげただけでねもうあの接地感がないので、ほら揺れますよね車体が。これねちょっとやっぱり仕方ないのかなと思うところなんですけど、 CB400 現行のね CB400 スーパーフォアの癖ですよね。もうフロントの接地感が出にくい。で今回、フロントフォークをセミカートジバルブによってチューニングしてますので、ほらブレーキかけた時の動き全然違うでしょ。ブレーキかけた時の動きは全然ね変わりました。でブレーキもねあの RK のねメガアロイっていうパッドをつけています。でこれもねやっぱコントロール性そこそこありながら制動力も上がるので結構ねありなパッドだと思うんですけど、で特にこれがあれですね、リアショックがノーマルなのでものすごい押し下がりますね。よいしょ。はい、ごめんなさい、ありがとうございます。久しぶりに、ね、乗る400ですからちょっと緊張しますね。あと可動式のステップがくにゃくにゃしますね。はい、フロントのねちょっと接地感が弱いんで気をつけていきましょう。あんまりね無茶するとね転倒しちゃってもいけないんで。はい、見てくださいこれ減速帯の上ですよ。減速帯の上です。全然安定してるでしょ。軽くね走りますよ、軽く。結構ねここのワインディングも昔流行ったんですけどね、もうね人が使わないんでねギャップだらけですね。もうこのねブレーキの音聞こえます？聞こえないかな、ウィーンっていう音ね。これがね塩見が考える塩見の良いって言われるねブレーキパッドの音ですよね。ウィーン。ほらうねりが、
いですね。 VTEC のこの音面白いな。走行終わりました。やっぱりこのスーパーフォアですね、フロントの接地感が薄い薄い。これやっぱりこの60とか65扁平をなぜ使うのかが意味がわからないですけど、やっぱりねトレイル確保っていう部分で言うと、やっぱりね120、70に分ありなんですよね。でこれがねやっぱりフロントのこの接地感の、ね、弱さをこう生み出しちゃってる元凶です。皆さんもねちょっとフェンダーのね位置関係調整したいだとかっていうこう必要出てくることもあるんですけど、できればですね120、70、17に変えていただきたいななんて思いますね。やっぱフロントのほらこのねちょっとね打角与えるともうこんだけふらついちゃうんですよね。このね接地感のなさ、多分ねメディアではね警戒感って書いてるはずなんですよ。これスーパーフォア警戒感が出ているって書いてるはずなんですよね。これ警戒感じゃないですからね、接地感がないんですから。いい取り方をすれば警戒感、潮見流に捉えるとふらつきです。はい、ここがねやっぱりね書いてる書き方によってで同じこと書いてるんですよ。警戒なのもふらつくなのも一緒です、動きは一緒なんですけど、警戒なんじゃなくてふらついてるんで、ここはねやっぱり取り間違いしないようにしてもらいたいなと思いますね。まあ書けませんけど。で一応ねフロントフォークをセミカートリッジでチューニングすることによって、やはりねその接地感っていう部分ではプラス方向に、作用しております。すごくねフロント前の、状況が伝わりやすいで、ギャップの反応もすごく良くなるので、ここに関してはねありだと思います。であとまあブレーキした時のねダンピングの、まあ、出方効き方もすごく安定してますし、何よりもねやっぱりこう楽ですよね、乗るのがすごい楽ちんになります。はい、で今回ねこの RK のブレーキパッド、そしてブレンボの、なんちゃらコルサコルタのブレーキマスターと、ビレットタイプの4ポットのレーシング、ブレーキキャリパと、それからね、RK のブレーキパッドですね、メガアロイ、そして、当社のおすすめのフレンテューボーカーボテックフォースの組み合わせによって、抜群のねそのブレーキコントロール性能制動力と、それとねサンサーのねプレミアムレーシング受け止めるそのストッピングですよね、ここのバランス、そしてこのセミカートリッジフォークの、ダンピング、ここがねすごくフロント周りを支えてくれてます。フルブレーキングしてもねほら底付きまでは行くんですけど、すごくね安定してブレーキがねかけていけますね。これだけ強大になってるんですよ。サンスターのプレミアムレーシングにしてもしかり、 RK のメガアロイにしてもしかり、ブレンボのねキャリパーとマスターにしてもしかりなんですけど、ストッピングパワーはむちゃくちゃ上がるんですよ。むちゃくちゃ上がってるにもかかわらず超安定したフロント周りを作り出しているのはもうねこのセミカートリッジバルブ様々ですよね。はい、もうすごくねフロント周り安定して効いてます。からリアがねやっぱりこうね腰砕け感というかねすごくふわふわしちゃってるのはもうこれはね純正のリアショックであるということと、それからねバリアブルレートのスプリングなんですよね純正って。なんで初期がねワンワンに動きますね。ワンワンもう超落ち着きない動きをしちゃいますので、ブレーキをかけた時のねリアがブッて伸びてくるのもねやっぱこのバリアブルレートだからこその部分があって、もう仕方がないっちゃ仕方がないです。これはね仕方がないのかなって思います。はい、あとはねだからねこの転がり抵抗のね軽さもね
ローフィクションベアリング効いてますよね。そして黒森のねアクセルシャフトも効いてます。であとはねちょっと待っていただかなきゃいけないのがリアショックナイトロン JL ナイトロンステルスとあとそのアクセルシャフトですね、リアのアクセルシャフト、これに関してはもう少しお待ちいただいて、組み上げていくような形になろうかと思います。はい、いやでもね CB400 スーパーフォア面白いですね。これ面白いですね。できればねもうちょっとバチッと触ってあげたいかな。はい、なんていうのかな、できればねスイートナンバー化してね遊びたいな。世の中でさ、あれですよ、リッターバイク絶対だよって言ってる人たちいるじゃない。お前400乗ってんのみたいなね、いるじゃない。そういう人たちをね、コーナーで抜いてあげたいんですよね。楽しいと思いますよ。僕ね、排気量じゃないと思ってるんですよ。1000cc 乗ったって、1300cc 乗ったって、ね、うまくなければうまくないんで、はい。400でも、250でも、125でも、うまい人が乗ったら、早いんすよバイクってね。なんで排気量でその人種差別じゃないですよ。排気量でねお前すごいなとかお前全然だなって決めるのって僕はどうかなと思ってますし、やっぱこのねCB400 スーパーフォアでもそうですよ、ものすごく乗りやすいオートバイですよね。だからきっちり調理してあげればきっちりなるんですよね。なんでそのリッターバイクじゃなきゃいけないっていうそのなんていうかな、論議をここ醸す必要もないですし、はい、どのバイクでもどのジャンルでもどのクラスでも乗ってる方が楽しんで乗れれば僕はそれでいいと思います。はい、そこはねもう個人のね趣味主観なんでねいいと思います。ですごくねこのスーパーフォアも乗り心地乗りやすくなりました。で潮見流に言うとねあとリアショックがついて、まあ、リアのアクセルがつくでしょ、チェーンを520にして軽量にしたいでしょ、それからねあとはねこのシートのダンピングですよね、シッティングシートのダンピング特性がちょっとねやっぱりプアのスポンジなので、ここもね手直しをしてあげるとまあすごくより乗りやすくなるのかななんて思います。はい、ということで走行テスト終わって帰ってまいりましたので、これからねまた引き続き作業を行っていこうと思います。はい、ではね皆さん、ありがとうございました。ちょっと今日はねいつものテストコースではなくて昔使っていたねいつものワインディングをちょっと走ってみました。はい、またよろしければグッドボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。いやー実に面白いCB400 スーパーフォア。僕ね、昔から好きなバイクですけど。はい。ありがとうございました。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。